鳥池沢朝霧駅旗姫神社は、奈良県四季郡田原本町にある神社である。四季内大社で、旧社格は豪社。創建年代は不詳だが、境内に立つ石碑によると、水古天皇24年聖徳太子早創の宝記寺画乱を賜った旗氏が、その祖神守り神として崇敬した古社であるとあり、これに基づくと、水古天皇24年に、旗氏が、 宝岐寺の創建と共に創建したものと推測され、宝岐寺の陳述者として数敬されたものと考えられる。天平二年の大和の国小税庁に地震と記載があり、大道元年には神風三個が寄進された。縁起式神名庁では大こそに列しており、月次、愛かつて新目の宝兵に預かると記されている。天行九年北の天馬宮より、 天馬宮を勘定して愛とのに祀ったことから、中世から江戸時代までは天馬宮の名前で呼ばれていた。四季軍史によると、宝吉寺は、旗川勝の曹操と称する旧説にして、長谷川島の氏寺なり、ゆえに、長谷川島の一名を宝吉寺詩人となす。当社は、そのガラン鎮守神として勘定せるものならん。古来同時その祭祀を下し、長谷川島をこれに預かるわ。 けだしここに起因するものかと記されていることから、法記事は、長谷川党の宇治寺として数計され、当社も同様に採取されていたとされる。さらに、世阿弥の女性である農学のコンパル流、コンパル全地区が記した、名宿集に、畑川勝の御子三人、一人に和部を、伝営、一人には霊人を、伝営、一人には猿学を伝付、武芸を、伝営級不思存、 今の大和の長谷川とこれなり、と記されていることから、果たしとも密接な関係があったと考えられる。明治時代に入って、宝木寺村の天神と称する当社を、式季内池座浅切旗姫神社とみなすようになり、明治15年には豪社に、劣格した。ありがとうございます。